I'm not in love はイギリスのバンド 10cc の楽曲。メンバーのエリックス・チュワートとグレアム・グールドマンの作品で発表された1975年以来多くのアーティストにカバーされ続けている1970年代を代表する名曲の一つである。1975年にリリースされた全英チャート4位、全米チャート15位を記録したアルバム オリジナルサウンドトラックの2曲目に収録されており、ショートカットバージョンとしてシングルリリースされた。日本版 CD のオリジナルサウンドトラックでは、シングルリリース版の I'm Not in Love もボーナストラックに収録されている。イギリスでは、全英シングルチャートで1975年6月22日から2週に、渡って1位。アメリカでは1975年5月17日に、 ビルボードのシングルチャート84位で初登場し、1975年7月26日から3週にわたって2位を記録した。また、1975年のイギリスのアイバーノベロ賞の最優秀楽曲賞を受賞している。日本では、イデミツコーさんのエンジンオイル、アポロイルベスト、日産自動車のスカイライン、味の素のクノールポタノーコーポタージュ。 キリンビールのブラウマイスタービールなどの CM ソングに使用されたことでも知られている。1974年に撮影された 10cc。左上から時計回りにエリックス・チュワート、ケビン・ゴドレー、グレアム・グールドマン、ロル・クレーム。I'm Not in Love はエリックス・チュワートの詩をもとにグレアム・グールドマンが曲をつけ書き上げた曲である。 壮大なバックコーラスなどの革新的な構成要素で知られている。エリックは妻グロリアになぜもっと愛してるって言ってくれないのと問われてこの詩を思いついたという。もともとはボサノバ風の曲調だったがメンバーのケビン・ゴドレがスローテンポな曲にすることを提案し、さらにロル・クレームが重厚なコーラスを採用することを思いついた。エリック・スチュワートは BBC のインタビューで 当初はボサノバ風だった I'm Not in Love をケビン・ゴドレート・ロルクレームがつまらんと一周した。そしてオリジナルサウンドトラックの収録曲パリの人よのレコーディングを続けていたところスタッフが I'm Not in Love を口ずさんでいることに気づいたとしている。さらにスチュワートは俺はグレアムの方を見てあの曲が受けてるぜって言ったんだ。なんだかよくわからなかったけど もう一回やってみてもいいんじゃないかと思った。そしたらさっきまでこきおろしてたケビンが思いついたんだ。もっと違うやり方はどうだろう。曲前編を声で埋め尽くしてみないかってねと語っている。I'm Not i n ンラブの極めて優美なサウンドはエンジニアを務めたスチュワート以外の 10cc のメンバー3人のユニゾーンを多重録音することによって作られている。 ユニゾンが多重録音されたテープは半音ずつずらしたコード13音が16トラック分オーバーダビングされたそれを3人分重ねあでやかな624人分のコーラスを収録したテープが用意された多重録音されたテープは主コードを含む複数のループパーツに分けられて曲に使用されているループパーツはミキシングコンソールによって キーボードの音色に似たフェーダー処理が施されている。また、曲中の Be In Quiet Big Boys Don't Cry というナレーションは I'm Not in Love がレコーディングされたストロベリースタジオの受付係、キャシー・レッドファーンが担当した。1980年代イギリスのロックバンドの Boys Don't Cry はこの囁くようなナレーションから名付けられたとも言われている。 サンプラーが導入されるまで 10cc はこのような多重録音されたループパーツを使用した大規模なポリフォニーでメロトロンやピロトロンなどの音声再生機器装置で得られるようなコーラスを録音していた。同様の手法で制作された楽曲にビリー・ジョエルの素顔のままでがある。1975年5月にシングルリリースされた I'm Not in Love は 全衛シングルチャートで1973年のラバー・ブレッツに続く 10cc では2曲目の1位を獲得した。アメリカのビルボードの全米シングルチャートでは3週間にわたる2位が最高位で、この時それぞれの週で1位だったのはバン・マッコイソウル・シティ・シンフォーニーのザ・ハッスル・イーグルスの呪われた夜ビージーズのジャイブ・トーキンだった。なお、イギリスで シングルリリースされた I'm Not in Love はアルバムに収録された6分10秒のフルバージョンでアメリカでは3分42秒にカットされたバージョンがシングルリリースされている I'm Not in Love の成功が 10cc の評価を世界的に高めることとなったスチュワートは当時所属していたジョナサン・キング率いる UK レコードから大手のホノグラムレコードへ移籍を計画しており 新たな契約書にサインしようとしていたところだったとしている。アイムノットインラブ完成直後に彼らに電話したんだ。こっちに来て俺たちが何を成し遂げたかを耳にしてくれ。ここでこの曲を聴いてみてくれって。連中がやってきてえらく興奮した。これは名曲だ。いくらだいくら欲しい契約条件は何だ何でもするぞとね。この曲のおかげで。 俺たちは5枚のアルバムを出す5年契約と結構な大金を手に入れたんだ1995年にリリースされたアルバムミラー・ミラーには I'm Not in Love のアコースティックバージョンが収録されておりシングルリリースされた。また日本版のミラー・ミラーにはリミックスバージョンも収録されている。アメリカのバンドであるウィルト・パワーが1990年にアルバムジャーニー・ホームで I'm not in love をカバーし、最初のシングルとしてリリースした。アメリカとカナダのシングルチャートで7位になっている。イギリスのトリップホップバンドのオリーブの2枚目のアルバム、EN、トリックルに I'm not in love のカバーが収録されている。ドラムンベースを多用するアレンジで、女性ボーカルのルース・アン・ボイルが、アップビートのエレクトロニックダンスミュージックに仕上げている。シングルリリース版では、さらに、 ダンスミュージックを強調するアレンジがなされた。全米の多くのライトクラブでプレイされ、2000年7月1日のビルボードのダンスミュージックチャートで1位を獲得し、ラジオのダンスミュージックチャートでも1位を記録している。ポール・モーリアグ・グランド・オーケストラ、カラベリ、トップ・オブ・ザ・ポッパーズ、ダナ・ローズ・マリー・スカロン、スタンリー・タレンタイン、リッチー・ーヘブンス、dd シャープ、ペトラ・クラーク、 ブラザー・フット・オブ・マン、ポール・ニコラス、ジョニー・ローガン、リチャード・クレーダーマン。プリテンダーズ、ジョン・オバニオン、レッド・レッド・ミート、アウトレイジャス・チェリー、デニ・ハインズ、BB ・バンド、ファン・ラビン・クリミナルズ。クリス・スタンリング、ゲブ・エル、グランダディ、吉澤はじめ、トーリー・エモス、ダニー・オズモンド、リック・スプリング・フィールド、ウルトラ・ビート、ラズロー・ベイン、クイーン・ラティファ、テック・ス・パーキンス。 スーザン・ウォン、ボビー・キンボール、ジョー・ブラウン、ネクター・リック・ウェイクマン、ダイアナ・クラール、ジュリア・フォーダム。ありがとうございます。